は三角形 ABC、90度大きいの三角形 ABC があります。各 BAC の二等分線と各 ABC の外角の二等分線との交点を D とします。点 D から辺 AB の延長、辺 AC の延長の A の垂線を引いた時のそれぞれ交点 EF とします。この時次の角等に答えなさい。括弧1、点 D から辺 BC へ垂線を引いた時の交点を G とする時、DF イコール DG であることを次のように証明しました。四角 A に当てはまる式を、四角 B に当てはまる合同条件をそれぞれ書きなさいという問題ですね。三角形 ABC がありまして、CAB、ここを半分にするとですね、DA を引いてます。で、外角のですね、CBE も、まあ、やはり、この外角を半分にするの、DB を引いております。D から F と、それから D から、G と、この2つが同じってことですね。長さが同じになることを証明しなさいとね。A、D、E と、まあ、A、D、F、これがまあ左右対称にですね、合同だということを証明していきます。でそれがですね、まあ最初に、それから次にですね、今度は三角形のですね、B、D、E、B、D、E、ここの三角形と B、D、G、この三角形を合同を証明することによって、まあ、DE と DF が同じで、DE と DG が同じですから、まあ、最終的に、DF と DG が同じということを証明するっていう問題です。それではですね、ちょっと問題の方を見ていきましょう。証明、三角形 ADE と三角形 ADF において、仮定より、各 DAE イコール DAF、各 AED イコール各 AFD イコール90度丸2、丸1、丸2、丸3より直角三角形の斜辺と多分一鋭角がそれぞれ等しいという合同条件をかければバッチリですね。三角形の ADE、合同三角形の ADF、したがって DE と DF が同じ丸4。同様にして三角形の BDE と三角形の BGD も合同なので、したがって DE と DG が同じが4と5から、DF イコール DG となります。括弧の2に行きたいと思います。括弧の2、各 BAC イコール26度、各 CBE イコール70度に、各 DCF の大きさを求めなさい。括弧の BAC が26度、そして外角のところの CBE が70度ですので、まあ、各の ABC は110度になります。そして、まず X はですね、三角形 ABC でですね、隣り合わない内角の26と110を足しますと外角の角 FCG が出ますのでそれの半分ということに、ね、なります。一応式をですね、見て確認をしていきましょう。式の方では 2X イコール26プラス180プラス180マイナス70、110度を足したのを半分するということで68度となれば正解です。括弧3、図2のように頂点 C から線分 AD、BD への垂線を引いたとき、交点をそれぞれ HI とします。AC イコール 10cm、BC イコール 5cm、三角形 CHI の面積が三角形 ABC の面積の16分の1倍のとき、線分 AB の長さを求めなさい。分かっているときいきましょう。まずは A から C の長さが 10cm、青で示してあります。それから C から B が 5cm。あとはですね、三角形の CHI ですね、この面積が ABC、ABC の面積の16分の1倍のとき、この A から B の長さ、XCm を求めなさいという問題です。ちょっとこれ拡大して見てみたいと思います。三角形の FAD は三角形 EAD も、AD を対称に置いてくる線対称な図形です。したがいまして、この B を AD に選択したら B'、C を AD に選択したら C' を記入しておきました。問題では三角形の CHI は三角形 ABC の16分の1です。この CHI をですね、CH に平行な線 FI について、等積変形をした面積、FCH の面積は同じくなります。したがって FCH の面積の ABC は16倍ですが、この ABC もですね、AB'C' と面積が同じです。この AB'C' の面積を半分にしたところ、CC' の H、B'AH の面積は FCH の8倍となります。したがって、
同じ H を通って FCH、B'AH、H を通ってますので、FC を Y とした場合、B'A はちょうどそれの8倍ということになります。この X と Y のですね、関係式を考えていきますと、この FC のところを Y、FC と同じのは三角形の FCD と三角形の GCD は合同でしたので、CG が Y センチメートル。従いまして問題の C から B を5センチメートルとした場合、G から B、まあ、G から B は B から E と同じように、それは 5-Y センチメートルとなります。B から E が 5-Y センチメートルですので、今度 X を使った式。A、C、これ10センチは AC' ダッシュ。AC' ダッシュのところから AB の X センチメートルを引きますと、そこが、ちょうど BC' ダッシュですので、そこに、C' ダッシュ E の Y センチメートルを足したのは 5-Y と同じというふうになります。これちょっと式をですね、ちょっと整理していきますと、どうなるのかというと、こんなふうになります。5-y イコール 10-x に y を加えたものと同じです。これを整理しますと、y イコール2分の x-5cm となります。三角形の ABC を三角形の HCI の16倍と考えた場合には、三角形の A、B'H は8倍というふうになります。したがって、y と x の関係は1対8。2分の x-5 対x は1対8ですので x は3分の20センチメートルとなれば正解です。